ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年のエコノミストの考察をしていくことにするぜ。うん、よろしく頼むわ。エコノミストは都市伝説界隈では有名な雑誌だし、どんな考察がされるのか気になるところね。その点は、期待して聞いてくれ。それじゃ、早速、始めていくぜ。まずは、エコノミストとは何か解説していこう。よろしく頼むわ。エコノミストはイギリスの週刊新聞で、ロンドンに所在するエコノミストグループから、発行されている出版物だぜ。また、先ほども触れたように、エコノミストの扱いは新聞だけど、外見は雑誌のような雰囲気を、醸し出しているので、日本では雑誌として扱われることが多いと思うぜ。確かに見た目は雑誌みたいな感じよね。それで、エコノミストはいつ頃に発行され始めたの？エコノミストは1843年に、スコットランドの経済学者である、ジェームズ・ウィルソンによって創刊されたそうだぜ。ほうほう、結構古くから発行されている、歴史がある雑誌なのね。それで、エコノミストにはどんなことが書かれているのかしら？主に、国際政治と経済を中心に取り上げられているけど、時には、科学技術、書評、芸術なども取り上げられているぜ。また、政治、社会は地域ごとに記事を組んでおり、様々な地域の記事が掲載されている感じだ。割と何でも掲載される感じの雑誌ということなのね。そうだな、主に国際政治と経済を中心に、幅広い視点を持った雑誌といった感じだな。なるほどね。その他にも、ビジネスと金融については、地域を問わずに広く取材しており、過去には、日本の企業が取り上げられたこともあったぜ。それで、エコノミストの最大の特徴は、経済のある分野に関して、詳細な調査分析を載せることだな。それはすごいことだわ。でも、調査分析を載せる理由は何かあるの？それは、エコノミストを読む層が、社会的地位の高い人たちを想定しているからだと言われているな。なるほどね。確かに地位がある人だったら、綿密な調査は必要になってくるわね。では早速、2023年のエコノミストの表紙から見ていこう。なんだか各国の主要な人物が書かれている感じね。確かにその通りだぜ。それで、表紙について具体的に言うと、表紙には黒が用いられており、各国の主要人物が、赤色の四角形の中で、何かを訴えている感じだな。確かに四角形の大きさは違うけど、それぞれが何かを訴えているような感じだね。それに、表紙をよく見ると、主要人物がいる四角形の大きさが違うわね。いいところに気づいたみたいだな。その点に関して具体的に言うと、四角形の大きさは、各国の主要人物の権力の大きさを示していると言われているんだぜ。なるほどね。だから、大きさが違うわけね。それで、表紙を見ると、アメリカのバイデン大統領や、中国の習近平の四角形が、かなり大きくなっているわ。そうだな、それに注目してほしいのは、プーチン大統領とゼレンスキー大統領が、新たに追加されているということだぜ。そうだったのね、何か意味深な感じね。やっぱり、ロシアとウクライナの問題が関係しているのかな？おそらく、その可能性が高いと思うが、深読みすると、恐ろしいことがわかるんだぜ。何がわかるのかしら？具体的に言うと、先ほどの主要人物は、今後、争いが起きる、またはすでに起きている国の主要人物が書かれていると考えられているんだ。確かに、プーチン大統領やゼレンスキー大統領、それにアメリカのバイデン大統領、そして、中国の習近平国家主席など、今後、いろいろと噂が囁かれている人が集まっているわね。その通りだぜ。でも、台湾の蔡英文さんと、イタリアのメローニが、どうして表紙に載っているのか気になるわね。それに関しては、いろいろな考えがあるけど、まず、台湾の蔡英文総統に関しては、台湾と中国の近年の関係から載っていると言われているな。確かにそうだね。最近の中国は、台湾の周辺で演習を繰り返し行っているからね。でも、最近台湾の蔡英文総統は辞任したから、今度は誰が総統になって、どうなっていくのか気になるところではあると思うわね。確かにそうだよな。それで、イタリアのメローニ首相に関しては、2023年のエコノミストが発売された際に、新政権が発足していることから、表紙に載っていると言われているな。なるほどね、イタリアに新しい風が吹くことを示唆しているのかな。おそらく、その可能性は高いだろうな。また、メローニ首相がエコノミストの表紙に載っている理由は、他にもあると言われているんだ。他にもあるの？具体的に言うと、イタリアで新たな伝染病が確認されていると言われているんだ。伝染病が確認されているなんて、恐ろしいわね。かなりヤバすぎる話だわ。まあ、都市伝説界隈では、イタリアで伝染病が確認されると言われているけど、実際のところは何とも言えないな。まあ、伝染病とかは自然の話だから、どこで確認されるかはわからないからね。次に、エコノミストの表紙の色について見ていこう。
今度は色に注目するのね。色も重要なことを示しているんだぜ。それで、色について見てみると、今回のエコノミストでは、黒と赤が使われているんだ。黒と赤って、なんだか暗い感じがするわね。それは間違いないな。この黒と赤に関しては、次のような考察が行われているんだ。ほうほう、色からも考察できるのね。まず、黒色に関しては非常にダークな色、つまり、暗黒の時代を示していると言われているんだ。うわ、暗黒の時代なんて、想像したくない話ね。まあ、それは間違いないよな。また、赤色に関しては、炎を表していると言われているぜ。炎、もしかしてそれって。まあ、炎と聞いて一般的に考えられるのは、戦いによる炎だな。やっぱり、それが最初に来るわね。まあ、実際にロシアとウクライナの問題が起きていることを考えると、すでに世界は赤色になっていることは間違いないだろうな。なるほど、そういうことなのね。また、赤色に関しては、共産主義の赤色などの考察がされているんだぜ。あ、確かにそっちの赤色もあるわね。最近は中国の動きが激しいから、もしかすると、今後は真っ赤になる可能性は、否定できないわね。さて、2023年のエコノミストの表紙についてはここまでにして、次は今後の世界について考えていこう。確かに、どんどん時代が激化しているような気がするからね。今後の世界には不安が多いよ。確かにそれは間違いないな。まず、日本に関しては、円安が深刻な問題となっているからな。確かに、連日ニュースで報道されているわね。ちょっと前までは円高だったのに、いい感じで均衡を保ってほしいわ。それは間違いないよな。ただ、ある経済学者によると、円安に加えて、物価の高騰はどんどん続いていくと言われているぜ。え、それは困るわよ。この前だって、コーラを160円で買おうと思ったら、180円になってたのよ。そうだな、この物価の高騰に関しては、ロシアとウクライナ問題が深く関係していると、言われているけどな。一説によると、裏で誰かが操っているとも言われているんだぜ。それは聞いたことがあるわね。もしかして、フリーメイソンとか、だったりして。まあ、そこは何とも言えないけどな。また、今後の世界では、国民を国が管理するようになると考えられているんだぜ。まさにディストピアみたいになるのね。もしかして、マイナンバー制度も、その目的があったりしてね。はっきりとしたことは言えないけど、その可能性はあるだろうな。その他にも、近年注目されているのは、メタバースだぜ。え、メタバースって何なの？メタバースとは、簡単に言うと、仮想空間だな。あ、最近ドコモの CM で流れているやつだね。まあ、厳密に言うと少し分類は違うけど、イメージはそんな感じでいいぜ。それで、メタバースがどのように注目されているの？具体的に言うと、いい意味でも、悪い意味でも注目されている感じだな。ほうほう、なんだか微妙な言い方ね。まず、いい意味で言うと、メタバースは仮想空間なので、新たなライフスタイルを確立できると考えられているぜ。確かに、仮想空間には色々な期待ができるからね。その他にも、メタバースを使うことによって、人類の新たな可能性につながると考えられているんだ。人類の新たな可能性って？まあ、色々とあるんだけど、亡くなった人が仮想空間で生き続ける、とかだな。え、そんなことができるなんてこと、あるの？とある国では研究が進められているぜ。すごすぎる技術ね。でもちょっと怖いわよ。次に、悪い例を具体的に言うと、メタに対して問題があるのではなく、メタバース、仮想空間についての問題が指摘されている感じだな。確かに、それはあるかもしれないわね。最近はいろいろと情勢が厳しいみたいだし、それに、いろいろな都市伝説が存在する会社だしね。そうそう、それで、仮想空間の問題としては、一番有名なのは、法整備が整っていないことだな。確かに、仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、法整備が整っていない状態で仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困る話ね。また、別の問題としては、簡単に仮想空間に入ることができる世界が構築されると、一人の人間が、いくつもの存在を生み出すと考えられているんだ。つまり、一人の人間が、仮想空間でいろいろな人間として活動するってことだよね。そういうことだぜ。技術が進歩することはいいけど、それによって世界が無茶苦茶になったら嫌だわ。さて、次は今後の中国の動きについて話をしていこう。中国、確かに気になる存在ね。それで、今後は中国が、さらなる強大な国になると言われているぜ。確かに、中国はどんどん強大な国になっていると言われているしね。でも、別の情報では、中国の成長は止まると言われているけど、実際はどうなの？それに関してはいろいろな見方があるので、何とも言えないところだけどな。やっぱり、そうだよね。ただ、近年は中国と一緒に、ある国が注目されているんだ。え、どこだろう？
同じアジアの国だぜ。そう言われると難しいわね。答えは、インドだぜ。え、インドなの？実は近年のインドは、軍事力が高くなっているからな。それは初耳だわ。それに、インドは核保有国である上に、近年は中国との関係に緊張が走っている状況だぜ。え、それはやばいわね。じゃあ、近い将来はアメリカ、中国、インドが、世界的な三大勢力になる可能性が高くなっているのね。その可能性は高いだろうな。しかし、別の見方では、石油産出国が核を保有することによって、世界のパワーバランスを大きく変えるとも考えられているぜ。それはやばいわね。また争いが起きそうだわ。では、次に日本について考えていこう。確かに今後の日本は、いろいろと心配事が多いわね。まあ、この円安が、日本の経済に深いダメージを与えていることは間違いない上に、アメリカのドル高によって、物価は高騰しているからな。確かに、この状況が長く続くと、日本はやばいよね。そうだな、それに日本の賃金は、先進国の中でも決して高くはないからな。確かにそれはよく言われているわね。でも、給料を上げればいいって話ではないんでしょ？そこは非常に難しい問題だな。ただ、今の日本に給料を上げることができるのか、なんとも言えないところだぜ。確かに給料は上がっても、一部の企業だけだしね。それに一部の企業の給料が上がってもわずかだから、あんまり実感が湧かないけどね。まあ、そこはなんとも言えないところだよな。給料が上がっても税金が高くなる、物価は上がる、結果的に国民は苦労するってことだな。まさに負の連鎖ってわけね。それは間違いないな。また、以前の項目でも少し触れたけど、日本はマイナンバーを積極的に導入しているぜ。確かにマイナポイントで好きなものが買えるから、申し込む人も多かったわね。ただ、そのマイナンバー制度に関しては、いろいろと黒いものが漂っていることは間違いないぜ。やっぱりそういう部分があるのね。例えば、マイナンバー制度を導入したことで、国民を、国が以前よりもしっかりと管理する仕組みが出来上がっていることは、間違いないぜ。それは、そうだね。となると、一部の界隈では、将来的に日本は、優秀な人材しか残さない政策を行うと言われているんだ。え、そんなことができるの？いや、その専門家によると、すでにその政策は始まっていると言われているぜ。じゃあ、もしかすると、マイナンバー制度がその始まりかもしれないのね。まあ、その点は何とも言えない上に、国が国民を管理するのは、以前から行われているけどな。確かに年金制度とか、税金とか戸籍制度とかもそうだよね。そうだぜ。だから、先ほどの話は、頭の片隅に置いてくれれば、それで問題ないぜ。わかったわ。さて、先ほどの、日本はどうなる問題の続きなんだけど、都市伝説界隈では、今後の日本はヤバいと言われている。まあ、ここまでの内容でも十分ヤバいけどね。確かにそれは否定できないけどな。それで、今後の日本がヤバいと言われている理由は、2022年の、エコノミストの表紙がヤバいからだぜ。え、どういうことなの？具体的に言うと、2022年のエコノミストの表紙は、スナイパーライフルのスコープのように見えると言われているんだ。確かにそんな風に見えるわね。それで、2022年のエコノミストの表紙には、赤と白が使われているんだ。そして、赤と白の国は日本だと考えられており、世界が日本を狙っていると解釈されているんだ。なかなか、ぶっ飛んだ解釈だね。まあ、それは否定できないけどな。それで、2023年の表紙は、黒が主体となっている、これは、白を黒にするということだと考えられており、今後の日本は、どんなことも黒になると考えられているんだ。黒になるって、どういうことなの？それに関してはいろいろと考えられているんだけど、おそらく、世界が日本を支配する、という意味だと言われているな。ぶっ飛んだ話だからなんとも言えないけど、もうすでに、だと思うけどね。まあ、それは否定できないな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。